ギリ間に合う宝リクシルとうとう2022年秋値上がり情報。またまた宝リクシルとうとうが値上げするっていう情報を聞きつけたんですけど、値上げ率や値上がりのタイミングについて今回教えてください。はい、ね、残念な結果で、はい、春で値上げが止まったかと思いきや、うんうん、まだまだ続いておりますというところで、結構ねこうお客さんのとこ行ってると情報が錯綜しておりまして、なんか結構混乱しているところがあるので、メーカーからいただいた資料をもとに、今回解説をしたいと思います、はい、で宝なんですけども、これもらった資料でして、まあ、これがややこしい、はい、ややこしいですか。でお風呂について今回モデルチェンジという名の正直値上げが行われます。おー、モデルチェンジですか、はい、で元々、伸び伸び浴室、伸び伸び浴室とか言って伸び伸び浴室っていうそういうのがあって、でレラージュ、ミイラとかっていっていろんなこうタイプがあったんですけども、それをグランスパという一つの名前に統合しますと。はい、グランスパ、まあ、こういう、まあ、商品改定が行われるんですけども、実質、まあ、正直値上げですと。はい、じゃあこれがどのタイミングで値上げするのか、まず宝についてお伝えしようと思うんですけれども、宝については少しややこしくて、こちらにはメーカーからいただいた資料をそのまま掲載しているんですけれども、こちらによりますとエメロードのびのび浴室ベーシック S タイプについては8月26日 AM 時点でもう受注終了してますと、もうグランスパに切り替わってますということが書かれております。このベーシック S タイプって何かっていうと、ステンレス浴槽って言って、まあ、一番簡単に言ったら宝の中で一番安いお風呂ですね。まあ、これについてはもう旧価格でのご提供も終わってます。もうグランスパになって、まあ、正直値上がりした状態になっております。ただ、レラージュ、ミーナ、のびのび浴室、まあ、ベーシック J、P タイプ、まあ、ここら辺は、まあ人大浴槽のものになりまして、まあ、簡単に言うともう少し、先ほどのエメロードに比べると、人大浴槽ということでちょっといいものになります。でこちらに関してはまだ値上げはしてなくて、9月30日、AM 受注終了、ここまでは、まあ、簡単だったらレラールとかのびのび浴室での受注ができますので、簡単には旧価格での、発注ができます。一方で10月以降になるとこの、まあ、正直、まあ、値上げされた商品であるグランスパ、での商品になってしまうので、まあ、実質値上げ、になってしまいます。じゃあこの、のびのび浴室からグランスパになるといくら値上がりするのか、ちょうどお客さん、まあ、とあるお客さんで見積もり取りましたので、それを参考に、値上げの率について確認しようと思います。のびのび浴室の場合59万6300円の定価に対して、グランスパになると65万2400円と、だいたい5万円ぐらい、商品の値上がりが行われています。でただ今回ね、商品だけじゃないんですよ、値上がりは。そうなんですか。組み立て費も値上がりするんですよ。そっちも、ということで、のびのび浴室の場合、商品の組み立て定価が12万8千円だったんですけれども、それがグランスパになりますと16万7千円、めちゃくちゃ上がってるという、ということで、まあ、宝の場合は、まあ、ほぼほぼ定価、で出てきますので、その差額が9万5100円ということで、10万近くも値上がりしております。すごい値上がりですね、もしこれを回避したいんであれば、9月中にのびのび浴室を発注すると、いうことをお勧めします。まずこれが宝の値上がり情報になります。で次とうとういきます。でとうとうは、10月1日以降発注になってしまうと、新価格、値上がりの金額での発注になってしまいますと、ただ9月中に発注すると現状の価格で、工事ができるということで、今悩まれている方、まあ、なんとか9月中に見積もり揃えて、発注する、それを目指していただければと思います。じゃあどれだけ、値上がりするのか、こちらもとあるお客様から、見積もり、取ったのがありましたので、そちらで、現価格と、まあ、10月以降の価格と比較してみました。で9月中、とある商品なんですけども、サザナで見積もり取りますと、150万トンで150円、いう定価見積もりをいただきました。でこいつに対して10月以降発注したらどんな金額になるんですかというところで、見積もりをメーカーの方に作ってもらったところ、150万トンで150円だったものが、174万1150円という形で、値上げ率でいうと、16% 値上がりするようになります。でサザンの場合結構値引き率は大きいので、今回値引き率が 63% で計算すると、その差額が、
税別で言うと89,170円、まあ、つまり税込みで言うと、10万近く変わってくると、まあ、もちろん商品定価が150万の場合なんで、はい、これが100万ぐらいとかになってくると、まあ、そこが圧縮されるんですけれども、それでも5万ぐらいから、まあ、上がってくるでしょうという感じにはなります。これまた高くなりますね。これまた高くなります最後、リクシル、まあ、これの値上げ情報についてお伝えさせていただこうと思います。で、リクシルも同じように10月1日以降発注、はい、工事自体はその後でもいいんですよね。11月とかでも多分いいんだと思うんですけども、10月1日以降発注になると値上げになります。で今回、こうやって一覧表があるんですけれども、まあ、一番影響を受けるところどこかっていうと、まあ、一つはユニットバスの、取り付け費、まあ、こういう組み立て費も、メーカー施工で、やる場合、まあ、5から24% 程度アップっていうことで、多分 20% ぐらい上がるんじゃないかなと思うんですけども、値段が上がるとともに、今回の目玉の値上げでいうと、おそらくこのリクシルのディシェル、一番リクシルの中で高いキッチンですね、はい、こいつが 7% ぐらい上がるというところで、はい、通達が来ております。わお、はい、じゃあちょっとすみません、今回具体的な見積もりはないんですけども、大体リクシルのリシェルの場合、まあ、ちょっといいオプションを選ぶと、定価200万とか超えてくること全然あります。はい、なんでそういった時にどれくらいの金額になるかまとめました。はい、10月以降になると、先ほどの表に書かれていた 7% 上がるとした場合に定価は214万になりますと。でその時値引き、弊社これ今回計算したのは、値引き率が 38% と計算して、計算したんですけれども、その場合の差額は、税別でいうと86,800円、税込みにしますと、95,480円ということで、こちらも10万ぐらい値上がりすると。なるほど、全部10万ぐらい値上がりしちゃうんですね。そうですね、こう見ると結構全部が綺麗に10万ぐらい値上がりするということでいやすごいですね、はい、値上げが止まらないですね。うん、というところで、今ならこれまだ10月以降発注というところ で、今、今日撮影は9月1日なんですけど、もう今すぐ公務店に電話して見積もりくださいお願いします。で、まあ、そこでうまく見積もりね、揃って、じゃあここにしようって決めて発注したら、なんとか9月中発注は多分できると思いますので、旧価格での、価格でのご提示ができるというところで、最後のチャンスですので、今すぐお願いします、はい、ぜひとも、はい、こちら見ていただいて、興味持っていただいた方、はい、京都の場合宮古リフォームをお声掛けください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。